村さん、はい、お誕生日おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。しかし、はい、残念なお知らせがあります。残念なお知らせ。5月14日に日村さんの誕生日についてのブラグ、ついて、うん、ブログで、うん、触れていた乃木坂メンバー、うん、あ、乃木坂ちゃん一人もいませんでした。いやいや、そんなわけないだろう。俺公式お兄ちゃんで言ったけど設楽さんの誕生日の時多くのメンバーが4月23日当日にお祝いのことを述べていましたが、日村さんに対してはただの一文字もありませんでした。日村さん嫌われてるんですかね。嫌われてるのかね。こうそういう風に言われちゃうと俺は本当に嫌われてるんじゃないかっていうの、ね、見えてくるけども。あ、本当。じゃあ俺、まあでもこれはちょっと日村さんのフォローするわけじゃないけども、うん、で日村さん嫌われてるんじゃないかな。フォローじゃねえわそれ。バカだねか。フォローつもするつもりはないんだけど。フォローでもなんでもねえわ今の。でもね、どうぞどうぞ。俺の時は、うん、収録がねあって、乃木坂ってどこ、乃木どこの収録がちょっと前にあって、うん、おめでとうございますみたいなのがあったからだ、うんうん、あ、なるほどね、うん、俺はたまたま収録が被ってなかったのね。日村さんだってこれからじゃない。そんな、そうだよ、乃木坂ってどこ自体はね、もう多分誕生日前後にない、ね、なかったらいいね。でも俺はこの子にはちょっと自慢したいけどね、この前番組一緒だったんでね、乃木坂の、うん、と何人かと、何人かね、そうそうそう、違うバラエティでね。そうだよ、その時楽屋に挨拶来てくれて、うん、トントン、うん、おい、ガチャ、乃木坂の何人かがおはようございます、うん、生卵ぶつけたんだね、みんな。なんでだバカ野郎。粉爆弾とそんなこと、犬のうんことかのやつをぶつけられて、ね、生卵にしといて、じゃあせめて生卵にしとく。生卵にしといて、おはようございます、うん、から、あ、おはよう、あ、おはよう、なんかそのせーの、日村さん誕生日おめでとうございます。ありましたよ。あ、そう、そりゃそうですよ。いや、知ってんのよ。知っててブログ書かないの。マジで、ね、マジね。知ってたら書けよ。確かに、そう、あのやろ、あったきたな、もう。そう考えたらね、書かないね。いやいやいや、まあね、うん、しょうがない、うん、うん、